人形の肌って、ほんまにピンとこないですけど今回ですね、はい、学校球児が今やっておくことは何かっていうのをね、皆さんに聞いていきたいな。高校野球って管理されてる、例えばウエイトトレーニングしても練習にしても、全ても毎日管理じゃない。監督がいて、コーチがいて、その中で人との練習は絶対するわけじゃない。でもやっぱ隠れたところだよね、人より差が出るの。そうだよ、はい、お前名門だけど、はい、寮生活、寮生活、寮会って何やったの。寮会って3階がウェイト場になってるから、ウェイト行く人は行く、あと室内練習場があるんで、ひたすら打ち込む。みんなが、みんなが、だからみんながやってると差ができないじゃん。隠れてやってたことか。1年生の時は炭酸禁止だったんで、先輩に隠れて炭酸買いに行って、クリームレモンソーダっていうのが貴重だったんですよ当時。いや、うまいよな。うまいっすよね。できればアイスを乗っけたい。そう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 、贅沢ですけどね。バカ野郎今プロに入ってくる子供たちもさ、すごく体はできてる。何ができてないかっていうと、筋待ち症候群、自分でこれをやろうとすることができない。俺がやったことは寮を出たの。そうじゃない。なぜ出たかって言ったら、この人たちと一緒にやってたら、プロが目標だったから、これ無理と思った。へえー、すごい。精神を鍛える意味では良かったのかわからないけども、よう出たわけよ監督に言って。で、家から帰るんだよ。で、何をしたかって言ったら、毎日スイングした。一番かもわかんないけど、一日も欠かしたことある。家に帰る。それ何スイングとか決めてやってたの。全然決めない。ヘッドヘッドの時あるじゃん。はい、このまま寝ようと思ってもスイングしてないと思って一本振って寝たこと。俺がやったことはテープを貼ったの。こことここと、こことステップの位置、ここに。ああ、なるほど。それをひたすらステップして、こうやってずれてないか、こうやって前に行ってないかとか、そのチェックだけ。1年の時に全部このステップ、これをチェックして。だからこれがもうテープがないところでも触れなくなったとして終わった。それはじゃあ今度スイングに入る。ひたすらこうやって振ってたよ畳の上で。いろんな本を読むとさ、バッティングで何が一番必要だって。よく見る、まあ、集中力を養うために部屋真っ暗にしてろうそく立ってた。その炎を見る。それで火事になったんですか。バカ野郎。でもさ、周りから見るとさ、こっち気が狂ってんじゃないかと思うよ。いやだけどそのろうそくを見て、まあ振る、振ったらこの風圧でろうそくの火が揺れるよね。そのろうそくの火が止まるまでじーっと構えて、で止まったら振る、でまたこうやってこう構えて止まるの待つ。それちょっと襖が開いててさ、そっか風が漏れてたんだよ。いくら構えてても止まんないからさ、どうなってんだと思って、こうやって探しに行ったら襖開いてた、閉めた。でももっと集中力をつけようと思って今度は何立てたの。それで線香は1回振ると炎がガーって上がっていくのに揺れるんだ。でも空気が止まった瞬間にスーッと立ち込めるの。その時にバッと振るの。それやってた。だから人が休んでる時人と同じことやってても差はできないだろ。だから俺座席に立った時にさ、ピッチャーだけ見てたらそのピッチャーがなんかこう浮き彫りになって出てくる。そういう瞬間もある。すごい集中力。高校の先輩、一番先輩です。武勇伝みたいなのが代々伝わってきた。そうだね。伝わって、みんなでご飯食べるみたいな。できないぞみたいになって、探してこいって言って、寮内全然いなくて、ベイト場バッて開けたら、真っ暗の中で、リストコあるやつ。床を遮断して、そこに集中する。常に自分にプレッシャー。例えば、一つノックを受けるにしても、もう本当丁寧に基本通りに取る。その積み重ねで上手くなり、寮に入ったらすぐ使えるように。考えてやってるっていう、それが面白かった。ああ、それやってる。いや、ただそれをやり始めて気圧的にいけるようになった。俺が今からやってもさ、絶対結果なんかってもらわない。でも高校の時っていうのはまだ成長していく段階でしょ。やったらやった分だけ結果が出る。だから俺らの球場っていうのは 90m の 10m 先にかなりフェンスが、1年の頃は入れなかった。でもそれがフリーバッティングで入るようになり、もう3年の頃は向こうのフェンスを超えるようになったんです。すごいっすね。やればやっただけの結果出るし、自分でものを考えて取り組む。今指示待ち症候群って言われてて、指示をしな
った方がいいんじゃないかって長いでやって、来なきゃおかしい、そういう意識を個人個人が、そしたら強い人、それは今だから言えるけど、甲子園出たい一心で毎日バトル、これが打つことによって甲子園行けるんだよ。でもなんで俺が最後のバッター甲子園予選の勝負されてピッチャーゴロ俺の3年間のスイング返せみたいな絵に描いたよ、ね、絵に描いた、まあまあまあ、それがあってでもプロになってるわけですからね。でもこれでろうそくと線香のいや売り上げが上がるんじゃないですか